今回はですね、長距離用に少し重たいものを、この荷物をですね、運び方、運ぶ時にですね、その結び方です。右を下にします。普通の万力と同じように引く距離を保って少し長く設定します。それでこの滑車の動滑車にあたる部分、これを少し今度は長くします。そして輪を2つ作ります。同じように後ろ側から入れます。わかりますでしょうか。で、この時ですね、この輪っぱを2つきれいに並べたままだと外れやすいんですね。ですから今回は輪っぱ、右側に来る2つ輪っぱ並びますけど、それを左側へかぶせます。お分かりでしょうか。これでもっと強力にですね、この、滑車が固定されます。じゃあ引っ張ってみます。今度はここが外れにくくなります。長距離用ですね。思い切り引っ張ってみました。それでロープを固定します。これを繰り返します。いいでしょうか。もう一度ですね、分かりやすく、この肝心なところ、この動滑車に当たる部分、これをですね、もう一回結んでみますね。右を下、また右を下、こうやります。ここで輪っぱ2つ作りますね。それで長距離やる場合は、1つねじります。ねじります。ねじってからこうやってやるとなおいいですね。それで、引っ張りますね。そして、その時に、このロープを、わかりますでしょうか。ここは一つ入れます。わかりますでしょうか。こんな状態ですね。これが、本来はこうなってですね。これだと、ここのところが弾けて、取れる場合があります。力かかったり。めったにないですけど、まあ、それを防ぐために、こう、ロープの摩擦を強くするんですね。こういうふうに、こんな感じ。で、ロープを一回ねじってますので、ロープの摩擦がもっと強くなる。そうすると、なおさらいいですね。こんな感じですね。このところねじってますね。お互いに締め付け合ってるというのはよくわかると思います。こんな感じです。はい、これで長距離用の梱包の仕方のロープワーク、ご理解していただけるといいんですけども、それでですね、ロープを使ってますのでね、いくら万力とはいえ、何百キロも何トンもあるような荷物には対応するのはちょっと無理かと思いますので、これは比較的軽いもの、かさばるもの、そういうものにする使用するといいと思います。重たいものはやはりチェーンブロックやワイヤー使うと、なおさら安全に運搬できるんではないでしょうか。これからですね、さらに様々なロープワークをご紹介したいと思います。もしご参考になりましたら、いいねボタンお願いします。また次回よろしく。